2001年、ガイアマットを我が物顔で暴れ回り大混乱を巻き起こした D-FIX。 しかしビッグマッチの対戦相手はあのラスカチョ。いつものようには行くはずがない。元祖ビジュアルヒールはうちらだとばかりに川崎大会で暴れ回ることだろう。ザッツ、女と女の戦い、制するのはどっちだ。三田悦子、下田美誠の登場であります。99年9月の横浜分隊以来ですか。2年ちょっとぶりということになりますが、試合直前にいきなり500万円とかかったタッグマッチとなりました。まあ、彼女のタッチにしてみれば望むところじゃないですか。ガイアの久々のマット、しかも500万円がかかった。さあ、2年前とまあ、基本的なスタイルは変わっていないんですが、はい、コスチュームもちょっとずつ変わりました。カウボーイハットの三田悦子、さらには下田に関してはこのガウンは当時から使っていましたね。いや、これはどうだろう、マイナーチェンジしてますかね。何種類かあるんですよ、同じ形でも。なるほどなるほど、あるいはちょっと変わっているかもしれません。しかしこのガウン、このコスチュームと、ラスカチョが帰ってきたなという感じがしますね。はい、僕は個人的にはラスカチョのファンなんで。なるほど。まあ、前座とかアルシオのでの彼女たちの活躍っていうのは、まあ、ずっと見てたんですが、まあ、やっぱり、しばらくぶりに、しばらく当たってなかった、はい、こういう選手と当たるところを見れるのは嬉しいですね。さあ、そして同じくタッグ、この2001年はある意味、瀬山さん、ガイアマットでやりたい放題やってきたと言っていいでしょう。はい、尾崎真由美、カオルド、D-FIXが入場してこようとしております。この試合前に500万円をかけるという派手な仕掛けを演じました尾崎真由美。瀬山さん、この尾崎とカオルが2人ともがタッグを組んで、なおかつまあ、ちょっと待ってください。何ですか、コスチュームがストリートファイトスタイルですね。おーっと、そうですね、尾崎は普段は赤をベースにしておりますが、全く違う形で出てまいりました。やや自分たちのスタイルをずっと守り続けた感じのガウンで入場のラスカチョに対しまして、この試合から大きくコスチューム変更してまいりました、はい、D-FIXコスチューム揃えたってことですね、タッグチームとして。そうですね。さあ、瀬山さん、同じようなタッグ、同じようなヒールですが、はい、この試合どう見ていきましょう。パワーではやっぱりラスカチョが一番上ですね。なるほど。あと連携技の数っていうんですか、そんなのもやっぱりラスカチョが一番上である。ただルールがルールですから、はい、多分尾崎選手とか香織選手は、ね、いわゆるそのボール、はい、ボール2番号を先に2本選手したチームの勝ちとなります。これが同じ選手から2本取っても有効となります。今ちょうどルールが読み上げられておりますけれども、相手チームがマネーボールを奪取した場合はホールよりもこのマネーボールが勝敗の優先、はい、要するにマネーボールを取ってない状態でホールが1回あっても試合は終わらないということですね。なるほどなるほど。吉山さん、D-FIXとしては何を考えてますかね。かなり特殊なルールですね。だからホール1回でもいいの、なぜ1回っていう、3AW のベルトをめぐってかなり咀嚼のことやってきましたよね、はい、ということを含めて
考えるとまた何か企んでいるのかなと。ですね。こういうふうに天井から例えばベルトとかを作ったりっていう形のラダーマッチはアメリカではまあかなり、よく行われているんですけど、日本でも最近行われてますし、ボールに500万円が入れられます。あー、本当にあるよ。あちょっと勝ったらちょっといくらか欲しいですね。印刷の帯付き。日本銀行券であります。500枚のこの1万円札マネーボールが、これすみません、かなり上空に吊り下げられるんでしょうかね。5分と10分でちょっと吊り下げられるのか降りてくるのかよくわかんないですけど、ちょっとそのいつでも取れるという状態ではないような説明だったんですが、試合が始まれば分かるんじゃないですか。とにかくそれだけ特殊なルールであると、はい、それを設定したのがあの DFX であると、はい、何かをやはり考えて自分たちでルールを設定したことと思いますが、どんな展開が待っているんでしょうか。やっぱり DFX もですね、はい、今年非常に調子が良かったとはいえ、チームとしてのキャリアとかパワーを考えると、それからアフターコーラスというのはかなり指示はこのタクサーリスタートいたします。負担できない相手、あとトルネードルールですから、ね、タッチがいらないんですよ。なるほどなるほど。誰がいつ誰を抑えても OK、ですから。この高さですか。なんかすぐ取れそうですね。三田選手あたりだと手が届きそうな高さですね。これは尾崎選手がいる DFX は不利ですね。高さ的にはそうですね。さあ、おっと、三田はもうおでこの前にマネーボールがかなり低い位置です。これ杉本さん、逆に上がっていくってことでしょうかね。時間とともに上がっていく、早いうちに取れば簡単に取れるということなんですか。ただ結構フックとかついてますから、そんなに簡単に外れるもんじゃないですよ。なるほどなるほど。だからラダーに登って登ろうと思ったら残りの2人を確保する、動けなくしてないと無理ですよ。登ったところ倒されたりとか下に落とされたりっていうこともありますから。なるほどね。さあ、ホールが終わるか終わらないか。いきなり DFX が仕掛けていきました。紙テープの中、誰がどこにいるのかさっぱり分かりません。場外出ちゃいます。どうやらまずはカオルが三田を捕まえたようです。そして尾崎は下田か、対角に分かれました。さあ、エプロンだ、行きますか。エプロンだ、カオル、ようやく三田が起き上がる。行きますか。狙いをつけて飛んだ飛んだ飛んだ。ポリスが入ってる。今なんかポリスが小尺にも飛んだでしょ。ポリスを踏み台にしてますね。三田がすでに取りに行った。マネーボールを取りに行っている。なんかポリスとラスカチの絡みっていうのも新鮮ですね。そうで、実的にはそうですね、初めてということですか。さあ、尾崎も行った、ね、隙をついてはなかなか取れないこのマネーボール。だからこれで作戦としては、マネーボールを優先するのか、ボール2本を、優先するかですね。なるほど。頭使わなきゃダメです。さあ、
ネーボールばっかり狙ってると、さあ尾崎が動けた、さあ尾崎が動けた、どうだ、上でラスカちゃんが寝ている、その隙にかラダーつかないと多分取れないですよ。もう最初はやっててもラチが勝つのになっていくんでしょうかね。あとはそのラダーを使い出したらラダー自体をどう強く使うか、ラダーの高さをどう使うか、あーっと椅子です。さあさあ尾崎余裕があるようなことを言っていた割にはかなりこれは尾崎が一番後半で終電を見せている。さあこれはある意味シャベルで取ったら非常に難しい試合であります。マネーボールが大きく出ているこの下で4人が、さあ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 、やはり三田ですとこの辺りの高さはかなり、あどうだ、あーっと高さ的に三田は十分。さあ一番背の低い尾崎が行きますが、例えばあのアンキカゴムとかだとそうそう球は取れないと思うんですよ、ね、なるほど。さあポリスが行った、ラスカジョが橋の絡みたポリス、ラスカジョはセコンドがいないですから、さあ尾崎がまた棒で棒で行ってる、棒じゃ無理ですよ、やっぱラダー使わないと無理じゃないですか。さあそして下田も行った、試合として成立してるのかどうなのか、試合としては、あ、そうそうそう、さあカオルがいった、イッサ背の高いカオルが椅子を使った。さあしかし三田はそうはさせじといて、一番この身長があります三田が余裕を持って椅子を使う。結局登るたんびに倒れ方によってダメージ知ってますか、ね、なるほどね、何かこう方の動きを見ているよりは揺れているこの金を、おっとひびが入った、ひびが入った、あしてる、あ割って取る気か、あその手があったか。さあすいません、これ割ると動かんと飛び散るのよこの攻め手で、いや割ってほしいですね、かなり外れて、おおポリスがドロップキック、なかなかいいドロップキックが出ましたよ、ポリスがドロップキック、いや三田はまだマネーボールにこだわっていく、こだわっていく、これラスカの距離ですね、やっぱりポリスがいるんだね。さあ尾崎は椅子を使えば届きます、この野郎、これは試合を優先するかマネーボールに固執するか、どちらかにしていかないと、あこうやって場外に落とすのが一つなんだ、なるほど。さあさあ三田が取るか、三田が取るか、ポリスです、ポリスが入ってくる、ポリスをどうにかしなきゃダメですね、場外に叩き起こしてしまえば5秒10秒は時間稼げますが、はい、リーフィックスにはポリスがついています。さあラスカチョ、あこれはいい手ですよ、こういうチェーンとかで相手の体を完全に封じてしまう、なるほど。さあしかし下田はこれは抑えつけているだけで自らの体は自由になっておりませんが、縛りつけることによって1人これは有利になりますが、どうしますか、パワーボール狙ってるみたいですか。さあ三田はこれは、三田はこれは試合を重視しているということでしょうか、まず相手を潰してからか、とりあえず動きを封じようということですね。さあラスカチョはこれは試合をちょっと優先させているので、まずはダメージを受けてから、おっと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 、あーっとそのまま三田に乗っかった、マネーボールに、あーデスバレーだ、あーっといったデスバレーボム、いやあの辺の切り返しもやっぱゼリエの執念ですかね、アウトテー、香りがカットに入りました。さあここだと2人が使っていたんですが、あポリスにやられたのか、2人は使っていたんですが、自らの体を自由にはしていません。あっと、こういうのが一人いるんですよね。さあ、下田デスバレー、いや、三田デスバレー、下田が抑えている。あ、でもこれではまだ若いですよ。アウト3が、まあ、とりあえずですね。もう1本取らなきゃいけないんですか。さあ、ラスカチョウ、まずは三田がデスバレーで1本取りました。さあ、ラスカチョウはもうボールを狙うよりは、ボールを狙っていった方がいいかもしれません。なるほど、1本取りましたからね。さあ、ラスカチョまずは1本取りました、カウンタクリー、このまま行くか、あ、鉄柵プレスですね、あ
を使っていくよ、いったー。さあ D-PIX ピッチか、すでに1本取られております。さあもう1回いくか、もう1回いくか、かなり焦っている、かなり焦って、おっとエプラーの場外へ。ポリス今すごい落ち方だ、ポリスもすごい落ち方だ。うるせんねやこの野郎。さあ、あ、ラバン、ラスカトがまず入れました。さあ、D ピックスの2人は寝たまま、鉄柵の下敷きのダメージがまだ引きずっているか。高さは十分。おっと、絶体絶命か。首と足がかかった。さあ、体勢十分か、ラスカト。手が伸びるか。やっとラバーごと倒していった。ラスカツはだからどっちを選ぶかですね。あー、尾崎の噛みつきで三田流血。あーっと、えげつない角度でカオルを落としましたが、これで決まるの、どうだどうだ、ラダーごといったカウンター。三田は今自分の体にラダーかかってましたからね。あーっと、ラダー対ラダー。さあカオルも尾崎も立ってないぞ。下田が、あーっと、机が2つ。どうだ、抑えた、カウント3。尾崎が下田を取りました。さあこれで五分と五分に戻った。あっと、抜けた抜けた。だんだん激しさを増してまいりました、狂気の使い方が。さあ須山さん、五分に戻りました。ボールを取るか、マネーボールを取るか、目の前あるか狙いたくなるんでしょうね、やっぱ。ラッピング対策が強く出てるわけですからね。あ、セブンさん、マネーボールちょっと上がりましたね、位置がね。やや上がりました。時間がタッチですね。こういうのですかね、トップからのミサイルキック。さあ、下田が薫を得ており、尾崎もリング上にいません。この先にマネーボールを狙うのかと思いきや、じゃあ今度はマネーボールにあまり執着していかない。ラストコーラスオリエンタリス、完全にこれはリックの外に追いやってから狙っていこうという展開か。もっと戻してますね。さあこれは2本目を取りに行こうということでしょうか。痛めつけています、マネーボールには。2人ともこれはあまりこだわっておりません。本気にこだわりを見せていくか。あっと、三田をポリスが抑えた。さあ、あーっと、この三田、机真っ二つ。ボールを落としてまいりました、三田悦子。下田美濃はリング中央。しかしながら、リング上は尾崎と下田。机の切れ端を使ってえげつない攻撃。あーっと、感動が先ました。全然ですけどね、この試合になりますと。それで
3人が流血ということになりました。試合当初はマネーゾーンに非常に執着していましたが、やっぱり目の前結構長い戦になってきましたからね。1本ずつ取ったことでやはりこれは相手へのこの憎しみみたいなものが先行してきましたかね。あーっとラダーまだ上に来ました。下田選手の流血もすごいですね。下田の流血はこれはすごい量になっている大流血。視界はどうなんでしょうか。いやこれちょっと見えづらくなると思いますよ。さあ容赦ないこのチェーン攻撃は尾崎真由美、ポリスも加わった。ラダーを使っているのはトールです。三谷ラダーの攻撃、さあ DX は体勢十分か。あっと回転してラダーを使ったカオル、ポリスさらに噛みつく。そう、DX のラダーでも試合の方が、やっとラダー使っていく。うわーこれはどうだ、まともに行きました2人とも。さあハイタッチ一発、そろそろマネーボールか。DX がこの高さになるとラダー使わないと取れないですね。余裕を持ってラダーを立てたラスカチョ。まずは三田、おっと両方ともいった。形勢的には今 DX かなり有利。これで多分さあ大流血な、まずは下田がチェーンで尾崎に赤コーナーサイドに繋がりました。カオル選手もチェーンで首を繋いでますね。これで自由が効かなくなるということになりますと、DX 体勢は十分か。ラダー最上段のわずか数十センチ上にマネーボールが500万円を叩いて積み上がっております。さあ DX 揃って上がっていった。なんとか落とした。おっとおっと、下田のチェーンはなんで外れている。逆におっと三田も外れているぞ。まあ、首輪ですからね、打つときは外れるんですけど。うわー、あーっと最後の最後。さあカオルはどうする。赤コーナーに行きました。あれちょっと変な位置にラダーが飛びますか。下田のカオルがラダーの上、あっと逆にこれは大技を振り込むか。この高さは危険だ。これで食らうとカオル選手やった。ポリスがやばい。ポリスが勝つと、ポリスが完全に参入してまいりました。リング上はさあついにマネーボールの黄色いチェーンに手がかかった尾崎です。尾崎取らないとダメですからね。取るかギブアップか。三田がギブアップをすれば DX の2本目、尾崎が直接マネーボールを取ればその場で勝敗は決定。さあどうする。ラスカチョ絶対絶命か。ポリスも場外で大暴れしております。下田が完全に捕まっている。さあ三田もぐっかりラダーの上、これ行きますか。瀬山さん行ったか。あっと飛びすぎ、これは距離がなさすぎました。エクスカリバーで落としていく。さあこの上に下田も行った。ラスカチョはかなり余裕がないように見えますが、あえて場外か、あえてチャンスがあるとすれば、ミラーボール、あのボールを取りに行ったとき、はい、これが一番好きできますから、なるほど、ここで一気に逆転。さあ、体勢十分か、DFX が登り始めた。あっ、毒斬りだ。あっと、毒斬り。下田がカオルを捉えた。ポリスが行った。ポリスが行った。お金への
下のミス、ラダー上段から落下、落としてロープキック。今がチャンスですよ。さあラスカジョが行くか、今度は、おっとまだ行きません。ラダーを畳んだ、畳んだぞ。さあどうする、2本目に執着か。これは勝負を優先させますか、ラスカチョ。そうでしょう。さあ行った、どうだ。ラスカチョはやはり勝負ですか、勝負優先です。ミフィックスは比較的マネーボールを行きますが、いや、ラスカチョはマネーボール行こうと思ったら相手をターンさせないと無理なんです。なるほど。さあ強引なデスバレーからかかと落とし、これフェイント。下田のもう顔はダイレクトに真っ赤に染まっている。あーこれは痛い。ラダーが尾崎に行きました。さあデスバレーか。あー北のデスバレー、カオル尾崎にフィックスいっぱいいっぱいか。幾度と形勢が逆転しました。さあ今度はチェーンをラスカトが使うか。どう使いますか。ロープに絡みついたチェーンを、先ほどはこれはリーフィックスでラスカチョに対して使いましたが、今度はラスカチョはこのチェーンをリーフィックスにどう使う。モリスが再び出てきたが一発でまた転落、はい、いいやられっぷりですね。さあ同じように首に絞められました尾崎。これでカオルも同じくリング外に落としちゃうと多分取れますよ、ミラーボール。さあラスカチョはどうする。同じような展開は先ほど逆のパターンでありました、はい、さっき失敗したのはリング内に置いてたからなんですよ。あっと落としますか。あこれラスカ取れるかな。あっと場外だ、チェーンが。さあ体勢十分、ラスカチョーラスオリエンタレス、ラダー2本で手をかけた。おーポリス、ポリス、ポリスがカットに入っていく。あと一歩だったんだね。さあ下田がいった、再びいった、どうだ、後に取ることができるか。三田もいった。さあどうだ、体重をかければこれは取れるか。どうでしょう、どうでしょう。あダメです、ダメです。体勢十分かと思いましたが、マネーボールをぶら下がったまま、今度は下田入った。いやエクスカリバーもかなり、もうこれすいません勝負というよりはもう妨害に使っている感じですね。ただ尾崎選手がチェーンを使っただけで、さあ刻一刻と形勢が逆転をしてまいります。ラスカチョを立てたらラダーに登るのはディフィックス。次は下田が起き上がった。下田選手上がってから妨害した方がいいんです。あさあ体勢、おっと引き飛ばされたポリスが。さあどうだ、尾崎が行った、尾崎が行った、どうだ、マネーボールの行方はどうだ。外すことができるか。尾崎左手がかかっている。さあ三田が行った、三田が行った、どうでしょう。ダメです、ダメです。さあそのまま三田が行った、三田はポリスに決めている、ポリスに完全に決めている。さあポリスと尾崎がつながれるか。さあ体勢十分、体勢十分、下田美奈取るか。取った偉いぞー、イエーイ。前回の20分以上前を出しておりまして、下田美奈選手の勝利でございます。平成は刻一刻と逆転しました。勝敗にこだわるか、マネーボールにこだわるか、結局は平成を使ってリーフィックス3人を抑え込んだ。お見事、ラスカチョーラスオリエンタレス下田美奈、大流血の顔面を抱えてマネーボールを見事にゲットいたしました。これが、ね、改めて考えてみるとルール的にはポリスがいる
DX は絶対有利なルールだった。いわゆる3人になるわけですね、あの普通の1本選手とか普通のルールより絶対有利だったんですよ、いやそのあたりを考えてのルール設定だったか尾崎。やけに恐ろしきアラスカスの500万円の執念でしたね。いやでもあの前半はですね、プロレスの試合というよりは、お金をただ取り合っている人たちのなんか集まりみたいな状態でしたけれども、だん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 その中に勝利への執念のようなものが要素として加わってきまして、最後はやはり頭脳プレーということになりまして、僕は一生懸命解説で応援したんですから、いくらか分けてくれないですかね。あなたもしつこいですね、瀬山さん。やっぱりね、年越せですし、いや正真正銘リング上で投げ込まれました。福沢諭吉印刷の日本銀行券500枚の入ったマネーボール、見事に久々の外野マットに上がりました。ラスカ・ジョーナス・オリエンタレスの2人がゲットいたしました。余裕の勝利とは言えません。いやでもやっぱり今年ねちょっとラスカちゃん調子悪かったんですけど、最後の最後でちょっといいとこ見せましたね。身を取りました。満身創痍という結果にはなりましたが、三田悦子の右手にマネーボールがしっかり握られて、ラスカジョーラスオリエンタレスがマットを後にいたします。まあ私たちも頭がいい、奴ら小ずるい似て異なるものと思って今日は新たな 敵に出会えたな。敵っていうのかな、でもある意味味方になり得ることもなくもない2人。よくね、あとまあ何千回ありますけど、この500万でいい正月本当に今年1年のあれに最後に500万円でいい正月迎えられそうです。今日の DBX っていうのにはすごい刺激をもらって、久々にこんな自分の血の匂いが気持ち悪くなったのは久々だぐらいな。やりたいな、外野。なんか今日みたいなルールというか、やっぱり相手になるやつがいればいくらでも次は誰が来るのかなっていう。まあディフィックスが来るのもよし、こう若手が組んでくるのもよし、逃げも隠れもしないので。本当にここまで仕組まれちゃったらやんなわけにいかないじゃん、このルールも。まあ向こうも負けたと思ってないじゃない、言いたいこと言ってるようですし、こういう試合とかこういういるカラーのチームって勝った負けたじゃない、やるかやられるかじゃないじゃない。久しぶりのこうラスカ町、なんかいつも血出してんだけどさ刺激はいただいた、思う存分。でも変に刺激与えちゃったかなっていうのはあるけど、500万、はい、失礼します、はい。